皆さんこんにちは。一般社団法人不登校引きこもり予防協会代表の杉浦です。今日の動画の目的は、中学生で不登校を見守り、その後どうなったかっていうのをですね、実際の相談実例をお伝えしていきます。保護者の皆さんは相談者の親になったつもりでですね、対応をご自身でお考えください。 M さんは2年前に中3の子、その年の夏からですね、4ヶ月不登校になって、東海のステージ判定でいうと2になりました。毎日ゲーム、 YouTube などをやって過ごしています。また日によりますが、昼夜逆転しており、パソコンでは20時間以上の時もあります。その年の夏、夏期講習に行く時間以外はゲームをし続けておりました。それでも9月は行く、登校できると思っていましたが、結果的には9月からずっと不登校が本格化し、一度も外出できないような状況で今に至っています。もうこれ、その時にもう引きこもり状況でしたよ。これは東海の解決策としては、アウトリーチ、ピアサポート訪問支援といいまして、私どものスタッフがですね、訪問してですね、お子さんを元気に、暴力的じゃないですよ、自主的に外に出すというですね、ことの解決を提案しました。この背景写真見てください。この背景写真のほとんどがですね、もともと引きこもりだった子なんですよ。で、私どもこういうようなアウトリーチ、ピアサポート訪問支援をして元気にさせてるんですよ。まあ保護者はですね、さん、M さんはですね、まあとりあえずネット系の通信制高校に進学が決まったので様子を見たいということで、一旦支援を打ち切るんですよ。で、2年経ってスタッフが M さんにメールしてですね、ご本人の様子を聞くと、引き続き息子のことを気にかけてくれてありがとうございます。学業につきましては当初の予定通り、想定通りか、何もしてないと、そのような状況が続いてますと、今年度は様子を見ていく覚悟を決めております。今のところ急がず対応していきますということが返ってきました。つまりこの2年間ですね、毎日ゲーム、 YouTube をやっていて、昼夜逆転も続けて全く勉強してないということなんですよ。お子さんが人生で一番伸び盛りの時期にですね、無意に過ごして、保護者の皆さん、この子の親だったらどうしますか。東海に寄せられる高校卒業後のですね、引きこもりの相談も紹介、合わせて紹介させていただきます。こちらも皆さんが親だったらとお考えください。ステージ判定4です。これはもう完璧な引きこもりです。都立の進学校で不登校になりました。昨春日数ギリギリで卒業し、大学受験のために浪人しました。しかし予備校はほぼ通えず、自宅にこもった状況が続き、数日前、大学のセンター試験は受けないと言いましたと。無気力と絶望感が強いようです。かといって就職するわけではありません。このまま何もせずに生きていたい、あるいは死にたいと言ってます。暴力的ではなく、家庭内での会話は比較的普通にできますが、昼夜逆転、ゲーム、動画という感じでこのまま行くと非常にまずいと思ってます。はい、このまま行くと絶対まずいです。このズル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 行ってしまいますので、ぜひやはりアウトリーチ、ピアサポート訪問支援というのをですね、利用を考えてください。はい、その次です。高校2年の時に1年間不登校、その後転校して卒業しましたが、役者になりたいとは口ばかりで、毎日部屋にこもっている、親に甘えすぎているので、なんとか自活してほしいとありますよね。これももう生活がもうですね、昼夜逆転とか、もう親に甘えちゃってるんですよね。だからこういう場合ですね、やっぱ訪問してですね、やっぱり外に出して、その後の就職っていうのもですね、お考えになった方がいいと思うんですよ。ここに挙げたのはほんの数例にすぎません。当該では不登校引きこもりは高校卒業まで解決すれば、この背景写真見てくださいよ、元気にいますよね。で、この子たちみんな大学進学する子がいたりですね、自衛隊に行ったりですね、公務員として活躍してますよ。繰り返します。高校卒業まででしたら、当該は9割解決させていただいてます。お父さん、お母さん、一緒に頑張りましょう。また質問もコメント欄で受け付けております。当会は引きこもり中高生でお悩みの保護者に解決法をお伝えするため、不登校引きこもりから立ち直ったご本人の保護者様のと一緒にですね、動画を中心にアップしています。解決法の動画も過去の実例をアップしています。若者が100万人以上の9060引きこもり問題を予防し、 SDGs4質の高い教育をみんなにということを目指してですね、情報発信していきます。ご賛同いただければ、いいね、チャンネル登録、興味のある方への拡散をお願いいたします。